はいどうも、ボギルスです。さあ、ついに来ました、エスコンフィールド北海道。いやー、やっと来れました。本当に、いや、そもそもね、僕北海道時代がめちゃくちゃ久しぶりで、いや、ほんと14年ぶりぐらい。前来た時はね、確かね、日本ハムにね、元阪神のカーライルがね、いたぐらいの頃なんで、めちゃくちゃ前なんですよ、本当に。いや、本当に、ね、今から楽しみなんですけど、ただ今日はですね、実は僕はスタンドでの野球観戦じゃないんですね。明日に野球観戦を予定してたんですけども、まあ、今日はですね、ちょっと時間ができたので、このエスコンフィールドでお風呂に入りながら野球観戦したいと思います。いや、僕ね、ほんとお風呂も好きだし、野球も好きなんで、いや、もう最高の組み合わせですよね。初日はね、ちょっと違った形でエスコンフィールド北海道の魅力をお伝えできればと思います。というわけで、試合観戦、いや、入浴、行ってきまーす。あー、これすごいよ。ダルビッシュさんと大谷さん。いや、これかっこいいな、これ。歴代の日本ハムの選手とか監督が壁画になってます。これはファンからしたらたまらんね。うわー、すごい、マジでメジャーみたいだな。やば、めっちゃいい球場、最高やね。おしゃれな飾り方、もはや服やろこれ。かっこいい。さあ、ここはファイターズの歴代ユニフォームが飾っております。いいですね、歴史を感じるよね。いやー、懐かしいな。やっぱこれとかはね、まあ、1個前のユニフォームですけども、だけど世代的にはこれが一番好きかな。ね、岡沢さんとか稲葉さんのイメージが強いよね、これね。七つ星横丁、ここちょっと入ってみようかな。すげえ、ご飯食べるところもめちゃくちゃ揃ってますね、いろいろ。普通に飯食べるとこやん、すごいな。いいな、雰囲気が、なんかちょっとレトロな感じもありつつ。はい、ここはホテルみたいです。すごっ、これはやばいな。球場にそのままさ、風呂入って泊まれるとかすごくない？いつか泊まってみたいな、このホテル。絶対ええやん。かわいい。あそこがお風呂らしいです。今からね、あそこに入って、野球観戦楽しみたいと思います。じゃあ、来ました。今からじゃあ入力していきたいと思います。お靴箱です。番号もね、こうユニフォームの背番号のフォントみたいになってていいよね。よし、じゃあ今川選手の61番にしよう。いやー、最高、ほんまに気持ちいいわ。いや、このお風呂とね、野球のコラボ考えた人、素晴らしい、天才ちゃいますか。家にこのシステム欲しい。いや、これ何回でも来たくなるね。これほんま最高、ぜひ皆さん一回来てみてください。ここはリードを許している場面。はい、というわけでちょっと水分が消えてきたので、ここでアルコールを取りたいと思います。整えレモンサワーっていうやつなんですけども、ちょっと飲んでみたいと思います。いただきます。整う。いや、もう野球見ながらアルコール飲んで、そして風呂に入れる、最高じゃないですか。住みたい、ここに。あー、もうね、二人はもうね、二人はあー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 。さあ、ドン。いや、バーモネ2人打てたらホームラン打ったやん。初めてや、プロ場でホームランこうやって見たの。いやー、これちょっとね、2人今日入らなあかんな、ちゃんと千葉で。さあ、チャンスやで、ね、プロでハムが打つとこ見たいな。頼むぞ、上川端。おお、やばー、くそー。おい、風呂入ってる打線冷えんなよ。
さあお風呂でツーアウト満塁、日本ハムのチャンス、バッターは細川、フルカウントやからね、頼む。あいいねけどこの風呂場でさ、すごいいろんなファンが拍手したりあーって言ったりね、もう最高やな、風呂場でこんなできるなんて最高。おいおい、松本剛のポテンタイムリーで追いついたよ、ハムすごいやん、おもろい試合になってきたで。さあ、ツーアウトフルベース、カウントワンツー、バッタータミヤ岩、勝ち越してくれ、どうだ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 、あーよっしゃー、オーケーオーケー、よっしゃーやったー、やりましたね、やばいやばい、タミヤのタイムリーツーベースかな、3点タイムリーツーベース、いやえぐい、プロでこんないいもの見ようと思わなかったです。こちらは空と芝プレイボールエールというビールでございます。これも美味しそうやな、じゃあいただきます。うん、あ香りがすごい、あっさりしてる、でも苦味もあって美味しいわ、風呂上がりの最適なビールちゃうかな、風呂に入ってね、野球見ながら、そしてビールを飲む、この体験は皆さんぜひやってほしい。これ男女関係なく取れるんで、本当皆さんぜひ行ってみてください。これはマジで価値ありです。最高。うわー、演出かっこいい。田中正義来たよ。抑えてくれ。どう？お？取れるか？やったー、勝ちました、プロホー、いやー、今日入れて勝利まで味わえます、最高、ゲストフィールド大好き、最高の球場、その調子でね、明日も勝ちたい、今川選手やん、おパン、さすがファイターズファン代表いや今川選手いいね、はい、ということでたった今、ホテルに帰ってきました。いやー日本ハム勝ちました、よかった、いやー初めてねお風呂で観戦っていうね、素晴らしい体験させていただいたんですけども、いやまさかのねタミヤ選手の勝ち越し3点タイムリー、すごかったですね本当にね、もうなんかお風呂がねみんなこう盛り上がって、打たれたロッテファンはね、すごい悔しがってて、あ、お風呂でもこんな風になるんやなと、ちょっと新しい経験ができました。いや、僕がね、お風呂入ってる間に選手が打つみたいな結構あるんで、ちょっと今日どうなるかなと思ってたんですけど、今日はちゃんとお風呂に入りながら活躍するとか見えたんで、いや、よかったです。そして明日はね、いよいよスタンドでの観戦なので、ユニフォームを買ってきました。これを着てね、明日、エスコンフィールド、スタンドで応援したいと思います。というわけで、絶対連勝するでー、ポケルスでしたー、ほなまたー。いや、鈴木の疲れた。怖くなかった、うん、おっしゃ、じゃあいけるやろ、おっさんも挑戦してみます、よいしょ、おーすごい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 、めっちゃ滑るやん、大人が滑れる、これ怖いな、大人だったら怖いよこれ、いきます、うわー怖い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 、大体めっちゃ滑るやん。